謎はすべて解けた。謎はすべて解けた。え ちょっと待って、はい、なんですか、なんなんで、かこれ止まってみると上のほう、形と多分一緒じゃないですか。だから一番範囲があ広いところがピンクで、次に一番狭いのかな、次は青かな。で、嘘だ、ちょっと少ないが緑で、これが黄色だ。いやいたー、嘘、イエイイエイ。21面。聞いてもわかんね、何それ、どういうこ上とのと。形と左の回ってるやつの、割合を合わせて、そのさ、回ってるやつの色を当てはめまし何を言ってるのかわからない。た。連続でジャンプさせるとか。おお、あ、リフティングリフだ。ティングだ。すげえ。ピコーン。しゃ。スムーズ。今回何これ。神がかっとる。神がかってる。トランプからな。トランプがありますね。5、6、4。5、6、4。6が赤。6が赤。5がスペード。3がダイヤ。こっちにある。ダイヤを押すとか。あら、あらま。落ちた。落ちた。1や。あ、落ちたわ1。けじゃない。下にあるんだ。下にある。1。スペードの1。1から順番に押していくとか。1がスペード。あ、そういうこと？そういうこと？ですかね。次お。3やからダイヤ。スペード、ダイいヤ。や、3、あ、そうか。2がどっかにあるんじゃないの？だったら。なるほど。これガシ、こあ、こや。ああ、あった。ってことは、順ス番を覚えなペーいと。ド、スペード、ハーハート、ト、ダダイイヤ、ヤ、クローバペー。これ途中で見ていいのスかな。ペードハートダイヤクスローペード、バハート、ダイヤ、クローバー、スペード、最後なんだっけ。ダイヤだ。あ、いた。おお、しゃ。よくわかったね。わしもやっぱり3つ以上はね、難しい。え、これタイミどういうングこと？ゲー？ああ、なるほどね。タイミング？でも手前のガラシュッ！ス。ああ、なるほど、なるほど。なるほど、おなー、るほど。で、からの、あ、落ちちゃう、落ちちゃう。はい、なるほどね。こうで、で、タイミングこうゲで、えいっ。マー。これ、後ろにしたままできないんですか？ブリットド先ア生、は開いて。頭いいね。開いたー。賢い、賢い、その発想がなかった。その発想がなかったわ。スイッチ。ゲージが溜まっていく。え、どういうこと？ドゥ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 ド
え、わかんない。ヒントは？むむむ、あ、なんか上から出てきた、上から出てきた。あ、なるほど。なんだこれ。7か。これゲージマックスで7だ。7104かな。え、今何をどう読んだの？この半分で切ったら、ほら、7104。半分で切るってやつすごいな。ねすごいな、マグルトン。どうした、今日冴えすぎじゃない？今日冴えてる。開いたこれ最後までいけんじゃないですか。これどこまであんの？最後までやっていいの？ドアーズ3って何面まである？あ、ドア開ける。開けた、開けた。あ、なんか出てきた。線、線。あー、来た来た来た。開けて線を閉じて入った。おお、早い。おや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 。いけそう。これは初見でノーコンクリア。マジで。ヒントまだ見てない。見てない見てない見てない。これは無実だよ。無実。これは水金地下木土天解明。懐かしいな。懐かしい。太陽起点で。太陽って。でも何も押せない。太陽。水金でもほらそれ月だよ。水金地下木じゃなくて月は衛星だからさ。なるほど。地球の横明らかに月だよね。そうですね。大きさ？大きさじゃない？あ、なるほど。太陽が多分一番でかくて、木星が次で。地球は一番少ない。月が一番小さい、ね。ちっちゃいですね。太陽じゃもう一個これか。うん、
で、で月が地球こんぐらいか。あ、開いたー。なんか、え、あ、なるほどね、傾き。フェイントだったな。なんか理科で習いましたね。あれ、ね、お、上下に指でこうやってやると上下。ああ、なるほど。スタート、あ、この順に行くってこと。そういうこと、そういうこと。ちょっと待って、一回右、上、右、左、右。なので、右、左の階段、右の階段、出口。あかんね、途中。え、間違えた？なんか右、ここからまず右の階段登るよね。はい、右、右登ります。左の階段登るよね。一旦上上がって右とかじゃなくて。お、でもどっちの階段で上に上がるのかって話がある。そうか、そうですね。もう一回いくよ、はい、右、左、右、ドア、ドア、開かない、開かない、戻る、戻る、戻る、うん、逆張りしてみる、はい、左、うん、右、階段がない、うん、ああ、じゃあやっぱさっきの、あ、あれ鍵がある、うん、鍵、適当落ち込む、右、左、左、右、鍵、イエーイ、開いた鍵はどうやって探しに行くべきやったんでしょうね。よくわかりません。わかんない。これどういうこと、何や、針、え、何この針が動かない。時計がくるくる回ってるぞ、時計がくるくる回ってるぞ、なんか下にあるぞ。あ、本当だ。4時、1時、3時、2時に合わせるとか。なるほど、本当か、迷うと冴えてるな。4時ならこの辺。おお、あ、4時、え、何ぼって1、3、1、3、2、2、この辺。開かない、おや、おや、そもそも時計通りじゃない、うん、きっちり12分割ではない、うん、2にした状態で矢印が下の瞬間に開けるとか、うん、くる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 、きた、今、6、くる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 、きた、今、え、どういうことですか。いや、わかりませんこれ指すのが6、2、9、おー、確かに確かに、下、あれ、9、あれ、12、6、2、9、それを順番で並べるんじゃない、うん、なるほど、最後6、あ、いやいや、下で矢印、あの、暗くしてみてもらっていいですか。ほら、うん、1回目、2回目、3回目、4回目で並べるんじゃない。なるほど、なるほど。で、これが6、9、次は6、2やったから、これがこうかな、2で、3つ目のところを9、これが9で、最後が12、上、最後が12、開いたー、すごーい、村井さんや、今のはこれクリアじゃない、できそう、扉なのかな、これ扉がない、モコモコがある、モコモコと木が上から見た図ですかね、それが。おお、賢い、うん、で、星がここにあるってことは鍵が埋まってるとか、スコップだ、スコップ、土だから、そう、宝石、いろんなとこスコップで掘ってみる、なんか右に見えてないですか、あ、鍵だ、鍵だ、鍵だ、おお、クリア、30まで来ました、やっべ、誰がここまで来ると予想したかな、誰も予想してないよ左から2個目、なんかサイコロや、んよくわからん、上のあれは何だよ、あの四角いやつ、何も押せないです、
天井のライトは5個で、なんか5個で一緒じゃない？させないですね。あ、天井と多分確かに5個似てるよね。あ、そうですね。ここ、うん、ね、ここへ来て三重の壁みそじの壁今まめるとこの先は27です。まだ3年後だな。この先は念能力を覚えてないと通れないみたいな、あの行かせないよ、うん、まだ早い見えないだろこのマークがみたいな数字無理やりや入ってきてもいいけど、そのまま進むと君の命は、ん、今なんかおかしくなかった、ん、なんか棒使うとか関係ないか。棒、この棒で電気割るとか。棒で電気、あ、なんか棒やからスイッチが押せたんだ。何これ、ん、ん、何のマークこれ。なんだなんだこれは。まあ、この看板はスイッチ押せっていうマークでしたよね。そうだね、そうだね。で、これがヒントで、このサイコロをなんとかせよ。ん？むずい。ここへ来て。これ、はい、浮気現場からの脱出だったら爆発してる、うん、爆発してますね。爆発してますよ。うん、0115 メールです。あメールです、メールです。この数形が015、うん、違う、あれが数字の形、なんか関数字の5に見えて、下が、あ、下は5に見えつつあるね、うん、半分で割る、半分で割るって発想がプロいよな。横で向いたら0 OIA みたいな、うん、なんだこれは、なんだこれは、なんかこの数字を適当に押したらなんかまた落ち込んで当たりそうな、そんな雰囲気のするステージだ。マグルド先生、うん、その 6×6×6×6 が一体何かご存知か。 6×6×6×6 わかんない。 6×6×6×6 は1296通りだぞ。なるほど、落ち込むは不可能だぞここで落ち込むを出すのがマックスだみたいな。無理じゃない結構むずい。わからない、ヒント見ます。上様好きだって書いてあるよ広告なんだマオヒント、マオヒントもヒントとかあるの、ま、マオちゃんヒント、あ、マオヒント、マオヒント正式ヒントじゃなくてマオちゃんすいません、ここへ来て唐突に、はい、あの詰まってしまいまして、ドアーズ、ドアーズ今までの流れがわからないから、今までの流れかん、なんか関係あんの、いやわかんないけど、なんかどういう、今のとこ関係なかったですよね、一ステージずつ、うん、関係ない。でなんかこれを見て、ステ、はい、この上の電球と一緒やから、はい、ここ電気つけたんですよ。おー、じゃあこれが表示されて、はい、でもこれ全然わからなくて、はい、このここがなんかやたらとこのサイコロの本当だ、なる、うんうんうん、で開かないと、開かない。この下のアイテムはどうするんですか。アイテムね、なんかね、全ステージで集めていってなんか消えないんですよ、前のステージで取ったアイテムが、はい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 、で、ちなみにこの棒、スイッチはこれの棒で押せたんですけど、はい、逆をやってみればマグルトは先生、逆？それを消しつつ他を全部つけるとかできる。なるほど、もう使えないですね。もうそっか、これを開けるために上光っただけなんだ、うんうんうん、
じゃああとはもうこの記号とサイコロを使うしかない、うんうん、このちなみに30ってのは30回ってこと？30回。あ、別にあの年齢とかじゃないから年齢とかじゃないですね。年齢とかじゃない、年齢とかじゃないから大丈夫、大丈夫、年齢とかじゃないから。村井32歳、はい、スプリ…あ、なんでもないです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 。えちょっと全然わかんないな。むずいよね。この記号についてどう理解すればいいんだろう。わかんない。 OIA とかなんか、なんかもういろいろ考えた。まあ、目細めても見えんわな。逆にする？ゼロ足す A。 A。 急にむずいね。うん。急にむずい。急にむずい。え？あ？え？ひらめいた？もし？半分？ダメだ。何にも見えない。なんかこう半分に分けたら数字とかに、そう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 、数字とかに見えないかなと思って、うん、真ん中を切るとか、そう真ん中で切った時に数字とかに見えて、うん、確かにその数字を2個ずつ入れたりするのかなとか思ったんだけど、上は0でも0にならないんですよね。うん、そうだね、うん、でも分けると左が3でこっちが5か6ですよね。うん、3にしてみよう。半々で考えるパターンが、え、上、上なんでしょう。上なんですかね。上が5か。5と 3? 5だ。ん？5と3。5と2だ。こっちはどうなる？いけたんじゃない？押していいですか？何があった？こう半分にしたときにこっちが5を、数字が5、下が3だから5と3。おーおー、やった。 2と6かな。6だ、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 6かな、6か。押していいですか？あ、いたー、いたー、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。しゃー、結構難しかった。待って、はい、何面まだなんかおっさん出てきた。ウィーハーって言いました。村井32歳の32面までします。あー、そこまでいっか。そうしましょう。え、これじゃあ村井さんですね、次。あー、そっかそっかそっか。え、おっさん、おっさん出てきました。うん、あ、なんかおっさんしゃべる、しゃべる。うん、蓋しよう、蓋。あ、あれ、うん、これ簡単じゃない？ですね。それに合わせる。簡単。さっきのステージの難しさ何だったんだ。あれは一体何だったんだ。何だったんだ。32、ここをクリアで終わります。簡単じゃね。簡単じゃね。指じゃね。指じゃね。ほう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 。簡単だ。32面クリア。何面まであんのこれ。わかんない。こんなとこですね。そうですね。今日はあのちょうど収録日が12月11日で、村井さんの誕生日、32歳の誕生日ということで、32面をクリアで終わりました。はい、この先また時間がやったら挑戦するかも、するかも、かも。あ、でもこれカジュアルで面白いね、うん、そうですね、サクサク進めて気持ちよかったですね。カジュアルで面白いという単語が適切なのかどうかわからないけど、うん、なんか私たちでもできる、うん、そうですね、うん、こんなの進めたの初めてです。そう、もうカラオケボックスとかね、うん、浮気現場とかね。30分かけて3面クリアした。これ大勝利だな。大勝利ですね。ということで、はい、ドアーズ3という脱出ゲームでした。皆さんもぜひ挑戦してみてください。バイバイ。